皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご視聴くださってありがとうございます。こちらは向川女子大学の青春キャンパスです。後ろにぶら下がっているのはハンモックです。これはとっても効果的なんですね。ぶら下がると背骨や骨盤が一気に良くなってきます。でもですね、今日はこれがなくても大丈夫な、エクササイズを紹介していきたいと思います。体幹ね、体幹というのは頭と腕と足を除いた、ですから、首は背骨の一部分ですから、首も含んで、そしてここの肩甲骨も含んで、骨盤も含んで背骨ね、この部分を、コア、体幹というんですね。でこの体幹を中心に腕と足が、つながっているので、コアの相関関係というのがあるんですね。で、いろいろとですね、説明をすると非常に難しいんですが、手っ取り早く簡単にお話ししていきたいと思うんですが、皆さんちょっと今日はですね、イメージしながら後で一緒に動いていただきたいんですけども、まずですね、上下相関というのがあります。で例えばですね、ここのこの肋骨の下とこの骨盤がですね、近づき合うとこう、ね、縮んでこっちが伸びちゃうっていうね、そういう関係があるんですけれども、あとここの肩甲骨とこの骨盤の間もですね、近づき合ったり離れたりっていうのがありますよね。そしてここの肩甲骨の間がぐっと近づくと、この上が近づくとここも近づくっていうね、左右相関っていうのがあります。で最後にですね、体格の相関、これがとっても実は大事なんですけども、こういう風な斜めのお腹の筋肉があるんですが、それに対してこちらの斜めの筋肉が反応し合って、こういう、ひねり動作ができるんですよね。そして実はこことここの内ももも関係が深いという風になっているんですよね。で地球が自転してますから、植物の根っこも螺旋を描いているので、実は私たちの体の流れっていうのもスパイラルなんですね。で昨日か一昨日ですね、骨盤の話をしたと思うんですけども、左の骨盤を軸として右側の骨盤がこう動くっていうのが自然な流れだから、ランニングのトラックとかでも左回りになってるっていうふうに言いましたね。なので直線的ではなくて、こういうスパイラルなイメージで体を動かしていただくと非常に動きやすいわけなんですよね。はい、ということでですね、今日もいろいろと動いていきたいんですが、では、週末ということで、肩が凝っている方もいらっしゃると思います。耳を触って、口をぐにゃぐにゃと動かします。で、この耳の形っていうのはですね、腎臓の形をしてるんですよね。はい、そして頭をタッピングしましょう。で、ちょうどこの耳の上、延長をたどった真ん中であり、眉間のこの真ん中をたどったところのこの真ん中が百会のツボというですね、万能のツボです。はい、じゃあここに手を当ててですね、ぐい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 、もしですね、この時間まで座っている時間が長かった方は、できたら立って一緒に動いてみませんか。はい、じゃあちょっと私も立ちますね。はい、じゃあ これちょっとハンモックが当たっちゃうので、すいませんちょっとずらさせていただきますけども、はい、いいですか。じゃあここに当ててですね、はい、グイッ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 、じゃあ骨盤を動かしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、横です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、じゃあ今度はですね、首回りっていうのは大事なので、ちょっと包みますね。そして体格の斜めの流れで1、2、3、4、5、はい、回転します。1、2、3、ブルブルブル、反対です。1、2、3、ブルブル、はい、ここまではですね、体格の斜めの活用、動き方をベースにしました。じゃあ今度ここの肩甲骨をですね、寄せる開く、はい、寄せる開く、はい、ではこれがですね、左右相関になるんですが、1、2、3、4、5、はい、回します。1、2、3、4、5、これに手を1、2、3、4、5、回します。1、2、3、4、5、はい、で今左右相関、肩甲骨が寄り合ったり開いたりしました。で、分かりにくいかもしれませんが、ここの仙骨もそれに応じて近づいたり開いたりしてたんですね。で今度はですね、上下相関ということで、骨盤をこちらに持っていったときに、ここの間を縮めます。でこっち縮めますというか縮めます。でこっちが伸びてますね。でこうですね、はい、左右相関です。はい、じゃあこれもですね、頭にちょっと手を置いて1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、腕を変えます。1、2、3、4、5、6、
7、はい、ウエストのくびれますね、はい、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、じゃあ応用ですよ。これ今左右相関をしてるんですけれども、左右相関じゃない、上下相関してるんですね。でこれにスパイラルを加えて1、2、3、4、5、6、7、はい、さらにスパイラル回しやすい方向にブルブルブル、お腹の斜めの筋肉が反応しますよ。反対1、2、3、ブルブルブル、はい、じゃあちょっとね跳ねますね、はい、回しましょう。ほっほっほっ、そしてですね、体の前側が縮込んでる人が多いんですよ。ずっと机で座ってたらそうなってますよね。開きましょう。そしてここの前側、胃が弱ってる時も体の前側縮みやすいですけどね、ここまで倒さなくてもいいですけど、マイペースで、はい、そして手をついたら片足を前、ここを伸ばしてます。ちょっと左右に体を揺らしましょう。はい、じゃあ入れ替えますよ、ね、背中を気持ちよく揺らします。はい、そして足を前に持っていったらぐーっと持ち上げて、はーっと気持ちよく息を吐きます。はい、という感じで、今日はですね、ちょっと難しいお話をねさせていただいたんですけれども、体幹を中心に腕と足がつながって連動して動いてるんですが、左右相関、上下相関、そして体格ね、スパイラルの相関というのがあります。またですね、日を改めてもうちょっと突っ込んでお話をしていきたいんですけれども、今日は動いていく上での、イメージの参考になっていただけたらなと思っております。ね、どうでしょうか、ちょっとね短時間ですけれども、体を動かすとすっきりできたと思います。体のすっきり感が、メンタルや脳にもとてもいい影響があります。で何よりもですね、一番体や心が特効や、ね、いい影響があるのは笑いです。笑うとすごくですね元気になります。ということで、皆さん今日も最後までありがとうございました。フィットネスインストラクターの大家でした。またね。